イ・チャンドンは、韓国の映画監督、脚本家、小説家、映画プロデューサー。1954年4月1日、韓国継承北道テク市で生まれる。1970年代後半から民主化運動の中心的存在として活動した。1980年に、京北大学校主犯学部、国語教育学科韓国文学部を卒業。その後、 1981年から1987年まで教師生活を送っていた。また、1987年には小説、千里を発表。同作で東亜日報新春文芸賞を受賞した。1993年にの脚本を執筆し映画界に進出。1997年に長編、グリーンフィッシュで映画監督としてデビューした。 1999年のペパーミントキャンディは国内で一部の熱狂的なファンを生んだ。海外でも翌2000年の第53回カンヌ国際映画祭の監督週刊部門に出品されカルロビバリ国際映画祭とブラチスラバ国際映画祭では審査員特別賞を受賞した。2002年のオアシスは第59回ベネツィア国際映画祭の コンペティション部門に出品され、銀次賞を受賞した。翌2003年には、ロブン政権第一期内閣の文化観光部長官に就任。2004年には、レジオンドヌール勲章オフィシエ賞を受賞。2007年の、シークレットサンシャインは主演のチョンドンに、カンヌ国際映画祭女優賞をもたらした。2010年の、ポエトリー・アグネスの歌は、 第63回カン理国際映画祭で脚本賞を受賞した監督作品監督作品以外ありがとうございます。